ロングポイントの戦いは、アメリカ独立戦争初期の大陸軍による、カナダ侵攻作戦中、1775年9月25日に、イーサン・アレンが、少数の大陸兵とカナダ人民兵を使って、イギリス軍の占めるモントリオールを奪おうとした試みで、ある。アレンは、地元住民の中から民兵隊を立ち上げるよう指示を受けていただけだったが、以前から、 守りの薄いモントリオール氏を奪おうと考えていた。約110名となっていたアレンの部隊がセントローレンス川南岸に到着した時にその試みを行う機会をつかんだ。アレンが援軍を連れて現れると思っていたジョン・ブラウンが作戦通りに到着せずアレン隊は川の北岸で孤立した。イギリス軍のガイカールトン将軍はアレンが セントローレンス川を渡ったという方に接して、大半はイギリス領ケベック植民地の民兵で構成される部隊を派遣した。この部隊がアレン隊の脱出路を遮断し、最後は包囲してアレンとその兵士の多くを捕虜にした。18世紀、モントリオール市は、モントリオール島の現在では、オールド・モントリオールと呼ばれる小部分のみを占めていた。島の東端は、 ロングポイントと呼ばれ、ロンゲールの対岸にあたるところには、ロングポイントトリデと呼ばれるトリデがあった。この地域は1910年に、モントリオール市に併合され、現在では、市の一つの区であるメルシエオシュラガメゾンヌーブ区の、メルシエ東地区となっている。大陸軍のカナダ侵攻作戦は、フィリップス・カイラー将軍の指揮する、大陸軍が1775年9月4日にいる。 オノワに到着した時が始まりだった。スカイラーはこの時病気にかかっており、全軍の指揮をリチャード・モントゴメリー将軍に委ねた。モントゴメリーはセント・ジョンズ・トリデの包囲を命じ、9月18日に包囲が開始された。リシュリュー川沿い、モントリオールの南にある、このトリデにはイギリス軍のガイ・カールトンが5月にタイコンデロガトリデを奪われた後で、その一存で、 少数のイギリス軍聖騎兵を集中させていた。スカイラーは、モントゴメリーに指揮権を渡す前に、ケベックの住民に当てて、イギリス軍に対抗し、アメリカ側を援助することを奨励する声明を書いていた。9月8日、イーサン・アレンとジョン・ブラウン少佐が、少数の文献隊と共に、セント・ジョンとモントリオールの間にある、電園部に行って、 この声明書を配り、シャンブリーにいるパトリオットのシンパ、ジェームズ・リビングストンや、土地のコーナワガモホーク族インディアンと会見した。リビングストンは、最終的に、約300名の民兵を徴兵し、シャンブリートリでの下、ポイント・オリビエを、宿営地とした。アレンとブラウンはこの後、イルをノアに戻った。アレンは、以前からモントリオールを占領する目標を描いていた。 ベネディクト・アーノルドと共に1775年5月にタイコンデロガトリデを奪った後、そこから数百名の部隊を率いて、セント・ジョンズ・トリデを吸収によって奪い、続いて、モントリオールを占領する考えを持っていた。この試みは、ちょうど、イギリス軍がセント・ジョンズ・トリデに到着したために費えていた。ただし、 このことで、モントリオールやリシュリュー川沿いではアレンを有名にしていた。ガイ・カールトン将軍1775年5月にタイコンデロガトリデを奪われた後、カールトン将軍は植民地全体を守るためにわずか800名の正規軍しか持っていなかったので、セント・ジョンズトリデに兵力を集中させることにし、トリデに約500名の正規軍と民兵、インディアン合わせて、 約250名を入れた。残りの部隊は、五大湖周辺のフロンティアの取り出に分散し、モントリオール、トロワリビエール及び、ケベック市の守りにはかなり少数の守備隊を置いただけだった。1775年の夏、カールトンは、地域住民の中から、そこそこの民兵隊を立ち上げようと試みたが、アメリカ側の情報宣伝が功を奏し、また特にトマス・ウォーカー、 ジェームズ・プライス及びジェームズ・リビングストンのようなパトリオットの審判による先導のためにその成果は限られたものとなった。カールトンは7月までにモントリオールを支えるだけの民兵が集まったことで満足したがアメリカ側にイギリス軍の準備状況を伝達する先導者たちの行動を止めるための行動はほとんど取らなかった。バーモント州 モントピリアにあるイーサン・アレンの彫像、1904年撮影モントゴメリーが、ついに、セント・ジョーンズ取りで包囲を開始したとき、アレンには、約30名のアメリカ兵を与え、リビングストーンのカナダ人民兵隊と合流して、セント・ローレンス側の南岸を確保し、モントリオールのカールトンが包囲を解くための行動に、備えるよう命令した。また、 ブラウンの指揮下に少し大きな部隊を当てて、砦の北の地域を抑え、セントジョンからモントリオールの間の道をカバーさせた。アレンは、リッシュリュー川の南東側岸に沿って動いてソレルまで行き、そこで川を渡って、セントローレンス川の南岸を登って、ロンゲールまで進んだ。アレンの証言によれば、アレンとブラウンがそこで出会い、その後に、モントリオールを攻撃する手はずになっていた。 ブラウンは200名の兵士と共に、モントリオールより、上流のラプレイリーで川を渡り、アレンは、その大陸兵と、リビングストン隊の隊員であるロワゾーとダガンが指揮する80名のカナダ人と共に、モントリオールより、下流のロンゲールで川を渡って、2つの部隊が前もって、定められた信号により、市内で落ち合うものと考えていた。 アレンとその部隊は9月24日の夜にセントローレンス川を渡りロングポイントに上陸した。そこで出会った住人は友好的であったが彼らが溶かしてきたという知らせがモントリオール市に行かないように市に続く道路に衛兵を配置した。しかし拘束していた男たちの一人がうまく逃げ出してモントリオール市に入りカールトンにアレンの部隊が来ていることを知らせた。 ブラウンの部隊はこの時川を渡っていなかった。なぜブラウンが行動を起こさなかったかを示す資料はないが、歴史家のジャスティン・スミスは、アレンが実際は単独で行動し、後になってから、作戦の失敗について、ブラウンを避難しようとしただけだと示唆している。アレンの部隊は川を渡るための船の数が限られて、いたので3往復する必要があり、 孤立した状態で脆弱な形になっていた。アレンは、モントリオールから、イギリス軍が来る前に、兵士全員を川を渡して戻すことはできないと考え、ロングポイントとモントリオールの中間にある、類想でシュルに近い森を選んでそこに陣地を作った。また、イギリス人の商人で、パトリオットのシンパであることが分かっていたトマス・ウォーカーの、家が近くのラソンプションにあったので、 支援を求める伝言を送った。ウォーカーはいくらかの民兵を集めることができたが、支援できる前にアレンが捕まってしまった。カールトンは悪名高い遺産アレンが死の入り口にいるという情報に接して警鐘を鳴らした。この知らせが広まると多くの人々が集まった。ジョン・キャンベル大尉が第26不評連隊の正規兵34名を召集し、 イギリス人、民兵80名、カナダ人、民兵120名、インディアン代理人20名及び、インディアン数名を加えて、アレンの部隊を迎撃するために出動した。キャンベルの部隊が接近すると、アレンは10名のカナダ兵に、左側面を押さえさせ、ダガンと50名のカナダ兵には、右側面に配置するよう指示を出した。 この二つの文献隊はその陣地を守る代わりに逃げ出す道を選んだので、アレンは約50名の兵士と共に取り残された。その後九90分間に及んだ戦闘で両軍の間に重火が交わされた。アレンの残っていた部隊がついに崩壊し、逃亡を図った後に降伏した。イーサン・アレンと彼を捕まえたモントリオール市民を、 描いた版がこの失敗に終わったモントリオール攻撃で、市内の民兵を総動員することになり、1000名近い者たちが集まったが、彼らは間もなく立ち去り始めた。カールトンは、セント・ジョーンズ・トリデ救援のための遠征隊を組織することを拒み、田園部から出てきた民兵は結局その収穫のためと、彼ら自身の家を守るために解体された。11月に入り、 包囲されていた砦出が降伏し、大陸軍が、モントリオール市に進軍する道が開けた。カールトンは死を脱出して、ケベック市に向かい、モントゴメリーは11月13日に一発の銃弾を発射することもなく、死を占領した。アレンと、その他の捕虜は、モントリオール市に連れて行かれた。アレンは、戦闘に関する証言の中で、 イギリス軍のリチャード・プレスコット大佐が捕まえたカナダ人を殺そうとしていたが、アレンが彼らが武器を取った責任は私一人にあると言って、それを抑えさせた。アレンは監獄船に収監され、最後はイングランドに送られた。そこではほぼ監獄船の中で一年間を過ごし、イギリス当局が彼を公主刑にすれば殉教者を作ってしまうことを恐れたために、 1776年11月に、イギリス軍の占領するニューヨーク市で、仮釈放された。最終的に1778年5月、イギリス軍士官、アーチボルド・キャンベルとの捕虜交換で釈放され、新生官もないバーモント共和国のために軍事と政治の活動を再開した。アレンが支援を要請した商人のトマス・ウォーカーは1775年10月初旬に、 20名の正規兵と12名の民兵がモントリオールからラソンプションの彼の家に来た時に逮捕された。ウォーカーの家は破壊され、ウォーカー自身は裁判のためにイングランドに送ることを想定して収監された。しかし、大陸軍がモントリオール市を占領し、イギリスの戦隊が市から逃亡しようとしている時に、ウォーカーは解放された。 イーサン・アレンは捕虜になった時の事情と習慣されていた時のことを改装する自助伝を書いた。この作品はアレンの他の改装記と共に19世紀には大変人気があり重版を重ねた。2008年、この戦闘が起こった場所であるモントリオール市メルシエオシュラガメゾンヌーブクはアレンが捕まえられた場所をパークデラキャプチャー D E3 アレンとして指定する計画を立てた。北斐45度33分45.44秒、整形73度31分50.91秒、北斐45.5626222度整形73.5308083度、4 5 5 6 2 6 2 2 2 7 3 5 3 0 8 0 8 3ありがとうございます。